アントン・ウルリヒ・ホン・ブラウン・シュバイクは、ドイツ生まれの貴族で、ロシア帝国の大元帥。ロシア皇帝イヴァン六世の父。ロシア語名では、アントン・ウルリ,リフ・ブラウン・シュバイクスキー。ブラウン・シュバイク・ベイベルンコー・フェルディナント・アルブレヒト2世と、その妻アントイネッタアマーリエの間の次男として、生まれる。誕生の5ヶ月前に死去した、ブラウン・シュバイク・ボルフェン・ビュッテルコー・アントン・ウルリヒは、 母方の祖祖父にあたる。兄に、ボルフェン・ビュッテル公カール1世、妹に、プロイセン王フリードリヒ2世の日、エリーザベト・クリスティーネやデンマーク王フレゼリク5世の日、ユリアーネ・マリーなどがいる。神聖ローマ皇帝カール6世の、皇后エリーザベト・クリスティーネ、ロシア皇帝ピョートル2世の母、シャルロッテ・クリスティーネは共に、母方のおばであり、アントン・ウルリヒとマリア・テレジア、 ピョートル2世は共に母方のいとこ同士である。1739年、おば、エリーザベト・クリスティーネが取りまとめて、メクレンブルク・シュベリン公カール・レオポルトの娘で、ロシア皇帝イヴァン5世の外孫、女帝、アンナの名であるエリーザベト・カタリーナ・クリスティーネと結婚した。この結婚は、ロマノフ家とハプスブルク家の結びつきの強化を意図していた。七百四十年、 二人の間の息子イヴァンが生後6ヶ月で皇帝となり、その母アンナが摂政となった。しかし、翌1741年に貴族たちによって廃位され、代わって定位に就いたエリザベータは、アントン・ウルリヒとアンナ、イヴァン六世とその妹、エカチェリーナを監禁した。アンナは、その後三子を産んで1746年に死去した。 アントン・ウルギヒはその後も30年以上監禁され、続け、1774年に獄死した。ホラ男爵として知られるミュンヒハウゼン男爵は、ロシアで失脚前のアントン・ウルギヒに仕えていたことがある。ありがとうございます。